はい、ロック・ザ・ボック。かっこいいゲームですね。デザイナーはですね、村の人生やエグジットシリーズでおなじみのインカ・ブラント、マルクス・ブラントのブラント夫妻ですね。で、このボードゲームですね、正直最初かなり悩んでたんですよね。紙ペンのボードゲームなんですが、僕はですね、そんなに積極的にこう紙ペンのボードゲームってあんまり買わないんですよね。ただ、でもアートワークに惹かれちゃって、あれじゃないですかね、こうスカルとかのアートワークが好きな人にはかなり刺さるボードゲームかなと思います。で、これはですね、ゲームマ2021年春のバネストのブースで買ったんですが、僕がですね、これ買うかどうか悩んでたところ、店長の中野さんに後押しされて買っちゃったんですよね。だってね、紙ペンなのに、こう露骨に相手に嫌がらせができて、こうインタラクションが相当強いって、中野店長おっしゃるんですよね。もうね、インタラクションが強いボードゲームが好きな僕としてはもう即決で買っちゃいましたね。で、もう本当にルールはもうめちゃめちゃシンプル簡単で、サイコロ10個入ってて、その10個を振って、出た目を1種類選んで、その選んだ出目を、自分のシートに対応するところに塗るんですよね。で、オスのしか、おじかの出目なら自分がプラスの得点になるんですが、面白いのここからなんですよ。狼の出目は自分じゃなくて相手に押し付けることができちゃうんです。そして押し付けられたら狼を塗らないといけないんですよね、押し付けられた側は。で、ラウンドごとに得点計算が入っていくんですけれども、ラウンドを終了時、自分のシート上でおじかと狼どっちが多く塗られているかっていうのを比べます。で、狼よりもオジカが多ければ塗っているメスのシカ、メジカ分がプラスの得点になります。が、逆にオジカより狼の方が多ければ塗っているメジカ分、なんとなんとマイナス点になっちゃうんですよ。このマイナスの狼の押し付け合いがもうめちゃめちゃに面白いんですね。マイナス点になる出目を押し付けられた時に、狼をね、押し付けられた時に、おい、ちょっと待ってやと、お前別に俺をマイナスにせんでも自分のプラスの出目選べよ、プラス点増やせよっていう風に、こう露骨な直接攻撃がめちゃめちゃ面白いんですよね。もうこれはね、性格悪い人間同士でやれば最高に盛り上がるやろなと思いますね。で、メジカの仕組みもすごく上手にできてるなって思いました。狼とオジカの塗っている数によってはめっちゃプラス点になるかもしれないし、めっちゃマイナス点になるかもしれないんですよね。このあたりがギャンブル要素も相まってさらに盛り上がるかなと思います。で、さらに面白いのは、ラウンドの最初10個の全部ね、ダイスを振ることができるんですが、シートを塗った分振れるダイスの数がどんどん減っていくんですよ。だから、うーわ、今相手に狼送ってめっちゃ嫌がらせしたいけど、次のターンで俺の振れるダイスの数減っちゃうんよなというジレンマもめちゃめちゃ詰まってて面白いです。ただやっぱりね、こうダイスのボードゲームなので、デメの出るねタイミングによってはいまいち盛り上がりに欠ける展開になるかもしれません。で、プレイ人数なんですが、2から4人用のボードゲームですが、正直マックス4人で遊んだ方がいいかなと思います。というのもですね、各プレイヤー担当色自分の色を決めるんですが、3人以下だと使用しない色が出てきてしまうんですね。そうなった場合、その色の目近のダイスの出目が出た時に単に振り直しっていう形になります。このあたりがちょっとしっくりこないかなというのが正直感じましたね。逆に2人とかでね遊ぶと6コツに相手にのみ攻撃できてバチバチするっていう面白みもあるので、どっちがいいんでしょうね。これは好みかなというところかな。あと3ラウンドやるボードゲームですが、3ラウンドともやることは全く同じなので、3ラウンド目とかにちょっと熱い展開が起こるようなシステムがあってもよかったのかなっていうのは思います。ただね、3ラウンドで短く終わるのでそんなにだれるってことはないんですけどね。でも短時間でインタラクションバチバチの紙ペンボードゲーム、1個持ってて損はないかなって思いますね。これを送ると5個やんか、グレー5個あるから、あずささんに5個、
これ狼を5個つけることできるけれども、次俺のターンは5個しか振られへんくなっちゃうのか。そうだよ、ちょっと弱いかそれやったら。うん、3個、2個だ。じゃあ俺2個で何ができんのって話になって苦しいな。よし、いくぞ。ほんまに、でもそうか、あ、でもおもろい。結局は1個でもオスの鹿が多かったらいいわけやろ結局は、うんうん、ってなったら、どうする、どっちやな、悩むところやな。自分を逃すか相手潰しに行くか。もうかける、まあ、うんうん、こまあもう取らなあかんもんな、うん、だからもう狼出さんといてくれって感じ。やめろって、もうちょっとさ、マジで俺だってここ買ってれば 1,2,3,4,5,6,7,8 点やろ、うん、え、マジ今緑出てさうわ、あざーすと思って、何その上げて落とすパターン。じゃあ俺このラウンドゼロなんですけど。マジ、いやーきついな、最後の1個で完全にやられたな。あー、うん、面白いと思いますよ僕は、このシンプルさで。バチバチのインタラクションあって。